ご乗車ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。ジャック RXY です。ディノクライシス実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで、前回はですね、いろいろな謎やら何やらを解きまして、無事に科学博士がいると思われる極秘実験室の入り口の前までたどり着いたというところで終わりました。で、今回はこの DDK の暗証番号を解いて中に入っていきたいと思います。というわけで、出る。あ、セーブしましょう。とりあえずセーブします。はい、セーブしたので入ります。シミュレート実験室。うわー、何これ？時空的な何か歪んでるよ。消えた。レジーナ止めたの君。何かのシミュレーターのようだ。3つのスイッチにパネルがついてる。アルファ、サードエナジーに点火。ベータ、イニシャライザーのセット、ガンマ、スタビライザーのセット。あ、いじれるのか。なんで消えたんだろう。もしかしてこれ使ってどっかに逃げたのかな。博士の手記らしいファイルだ。ファイルを読みますか。ちょっと待って。あらゆるパワーを解放するのはたやすい。しかしそれを抑制するには常に困難が伴う。発火装置であるイニシャライザーの改良によって、エネルギー効率は極限まで膨れ上がった。しかし安全弁であるスタビライザーの開発を3年前のあの事故以来、目覚ましいとは言えない進行状況だ。サードエナジー理論は人類の歴史を変えるだろう。しかしその制御に0.1%でも不確定な要素がある限り、私にとっては出来損ないの醜い失敗作に過ぎない。やばいな。今夜の実験で使用したスタビライザーの対消滅率は限界値ギリギリだった。暴走によって起きた大気崩壊の連鎖反応は推定で1キロ四方に及んだと思われる。今夜の実験結果はある意味軍を喜ばせることにはなるだろう。また実験後に現れた巨大生物たちは私にあるインスピレーションを与えてくれた。とにかく今はここを離れるのが最優先だ。このデータの解析が終了したら最下層から脱出する。逃げようとしてるな。これは科学博士を保護するというより捕まえるっていう方が目的？ 変な噛み方した。目的ってなっちゃった。なんか出てきた。ショットガンのストック。装備してショットガン。なんかいろいろあるな。博士の個人用端末だ。データの分析などを行うほか、非常用脱出ハッチのロック解除にも使用する。なんかある。非常時のための脱出用ハッチだ。幾重もの電子ロックで厳重に封印されている。もうちょっとなんか情報ないのかい。1個取れない。取れないみたいな。なんかあるね。取れないけど。麻酔弾今これをどうにかするしかないのか。なんだって？サードエナジー回路に点火。スタビライザーが抑制装置だどうの言ってたから。イニシャライザー、スタビライザー。あ、消えちゃった。違うのか。シミュレーション用のエネルギーが足りないため作動させることができない。どういうこと？え、わからな。
ミスったからダメなのかな。合ってたのか間違ってたのかわからないんだけど。あ、そういうことか。This operation is taking way too long already. 6システム起動します。あらあれを使えばいいのか。そんな迷うこともなく、答えはすぐそこに。おーおお。これじゃないな。こうなのか。いや、多分これだな。これはここかな。で、君がこう。あら、多分こっちが先なのかな。いや、違うか。これ先に入れて、これをこのまま入れてみて、これを入れてみる。あった。強制解除。10分後、地下セクションのシャットアウトを開始します。なんで？あったね、あった。アサシステムってどうってこと。問題が。え？ゲイルの作戦、自分の腕を頼りに強行突破。ハチから脱出。セーブしておきましょうか。とことん私はゲイルを信用していないようだね。あ、間違えた。これどうしろっていうの。頭と操作しますか。お、アクセス成功。
常に書き換えられるシステム。2回しかない。強制表示させる。何？B、C、C、D、E、B、C、C、D、E、OK。 え？なんで2回入力したよ今。D E E C C D E E C C。 おし、来た。あ、マジか、そういう感じか。D C F E F E E D C F E F E EOK。 え？ B D B C C D D DD O B D B C C D D D。 OK。 よし、来た。OK。B1 搬入室、搬出室か。科学博士だ。If I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it. 随分と喧嘩腰なんだな、ゲイル。So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results.I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chamber. You can't do this. I have rights. According to command, your government property now. I suggest you take it up with them. No, they can't do this to me. 急に感情的。1階制御室からエレベーターを使う。ああ、そうだね。
銃を向けられると弱い。大丈夫かよ。Drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business. 制御室まで戻らなきゃいけないのね。OK、戻りますか。まあ、場合によってはカットですね。通信アンテナがどうのこうのってなんか前にあったよな。ボタンが一つ下ろしますか。通信室。これは何だろう。スラック弾か。この赤いのは弾薬ボックスか。非常用アンテナ起動機と書かれたボックスだ。 OK。 通信エリア連絡通路ね。はい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 、なるほど。これで通信アンテナの方に行かなきゃいけないのか。通信アンテナの方に行くか。通信アンテナの方に行って起動させて、ここだ。ここで使うんだよね。ついた。これでいいのかな。ちょっとこのマニュアルだけ読んで。特に重要なことは、現状重要なことは書いてなかったようなので。おおお、マジ？ティラノサウルス。いい。うっそん。ちょ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 。うわ。うわ。嘘でしょ。どうしろってのさ。麻酔弾今日でも使えてんのか。どれぐらい耐えればいいんだろうな。場合によってはグレネード弾だよな。うっす。
あ、うそー、なんで。これクソゲーだぞ、もしかしたらクリアできないかもしれない。これひどいな。昔の人はこんなのに5000、6000近く払ってたのか。早く。何事もなかったかのように。これで無事に終わると思えないね。いやー、分かってる分かってる。ちょ